家族の世話や介護などを担う子どもいわゆるヤングケアラーについて武雄市は先月発足した支援チームを中心に今年度から本格的な対策に乗り出します。あの子は大丈夫かなっていうところを言って早期の発見をして早期対策につなげていくというします。ヤングケアラーは大人に代わって両親や祖父母、幼い兄弟など家族の世話や介護を担う18歳未満の子どものことです。武雄市の小松市長は昨日の会見でヤングケアラーをサポートする人材を育てるために6月から養成講座を開くことや子どもたちが夏休みを迎える時期までに LINE での相談窓口を設置することなどを発表しました。また先月下旬に発足した県内初となる支援チームは教育や医療関係など23団体で構成されていて明日市役所で初会合を開き今後の具体的な目標や課題などについて意見を交換します。武雄市は去年小学5年生から高校生世代などおよそ2500人を対象にアンケートを行いこのうち小学5、6年生からは全体のおよそ 13% が家族の中に世話をしている人がいると答えていました。